どうも、てつです。当チャンネルは、初心者向けの香水サイトも運営している自分が、愛用していた香水、実際に使っていた香水の、レビュー動画を上げていくチャンネルです。初めての香水選びの際にも少しでも参考になるように、できるだけ難しい言葉は使わずに3分程度で、紹介していこうと思います。リーズナブルな香水が結構多いので、特に学生年代の方や初めて香水選ぶ方に参考になるかなと思います。今回紹介する愛用香水は、タクティクスコロンという香水です。ボトルの方はこのように白いおしゃれなデザインとなっていて、容量の方は 60ml のボトルを自分は購入しました。ノズルの方は、まあ、スプレータイプではなくてこのように押し当てて使うタイプとなっています。こちらの資生堂から販売されているフレグランスで、まあ、自分も買ってから調べて知ったんですけど、40〜50年前というかかなり前から、ロングセラーとなっている香水で、まあ、当時はやんちゃな男子学生の間で大流行したという香水みたいです。まあ、なんでレビューや SNS を見ると、まあ、懐かしい香りだとか元彼を思い出す香りだとかといった声が結構多いですね。気になるこのタクティクスコロンの値段ですが、まあ、自分はこの 60ml でだいたい1500円前後で購入しました。でさらに大きい 120ml であればだいたい2500円前後、それよりも大きい 240ml であればだいたい4500円前後で販売されていました。またね、値段は前後するので気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。ボトルの方は 100ml を超えるとかなり大きいので、お試しであれば、まあ、自分と同じ 60ml がお手軽かなと思います。で、気になるこのタクティクスコロンを実際に使ってみての香りの印象ですが、まあ、含まれている香料からもある程度イメージできるかと思いますが、まあ、自分の印象を一言で表すと、まあ、男らしさを感じさせる、まあ、グリーン系、まあ、スパイシーな香りっていう感じですね。まあ、今でもグリーン系の香水といえば、まあ、ポール・スミスのエクストリームメンとか、まあ、エルメス・ナイルの庭とか、まあ、何本も紹介してきたんですけど、まあ、中でも、まあ、一番男らしさを感じるというか、まあ、苦みのある、まあ、スパイシーなグリーン系の香りっていう感じですね。まあ、なんでこのつけ始めの強烈な香りというか、フゼア系の香りっていうのは万人系というよりかは好みがはっきり分かれるので、まあ、個人的には好きな香りですし、まあ、時間が経てば落ち着いたグリーン系の香りで、まあ、癖もなく使いやすい香りかなと思います。気になるこのタクティクスコロンの助手系ですが、まあ、このような、まあ、スパイシー系の存在感のある香りっていうのは、まあ、つけすぎた時や、まあ、つけた瞬間の香りっていうのは結構ブーイングを受けることもあるので、まあ、プッシュ数を少なめにして様子を見たりとか、まあ、つけてから時間を経ってから、人に会うようにするとかっていうのを意識すると、問題ないかなと思います。最後にこのタクティクスコロンを使える季節ですが、まあ、先ほども言った通り、まあ、スパイシーな、まあ、グリーン系の香りともあって、まあ、季節を問わず使いやすい香りかなと思います。まあ、個人的には秋冬は甘い香水を使っているので、まあ、自分は春夏用として使っていこうかなと思っています。まあ、季節を問わずつけすぎに、注意すれば問題ないと思います。はい、それでは今回は以上です。皆さんの香水選びの少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。